Sunset burning on the golden shore. Never seen a view like this before. The stars, they shine like diamonds in your eyes. Black dress on, you got me hypnotized. I keep feeling away, I keep feeling away, I keep feeling away about you. No, I can't look away, no, I can't look away, no, I can't look away, 'cause I need you. My heart keeps beating like an island drum, 'cause you're my only one. You make me feel so good. パスタの湯切りしようと思ったら全部こぼしました。水地場に、うん、で今、うん、冷製パスタ5回洗ってきました。冷製パスタになったね。うん、パスタはやっぱりザルが必要だね。うん、面白すぎ。どうしたんだ今日ね。冷たい水だったね、ここの。そう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 、北海道の水冷たい。うん、冷製パスタになったらよかったじゃん。美味しそう。食べたかったじゃん。うん。で、うん、はい、完成。はい。白身。うん。
美味しそう。はい。ああ、ありがとう。うん。いただきます。いただきます。久々に晴れたね。うん。天気いいね。うん。しっくん、ここでさっきパスタ全部流しちゃったの？ここに。うん、落としちゃった。ここが事故現場か。そうです。シンクはすごい綺麗だね。綺麗だよね。うん。ありがとう。うん。めっちゃ良かったね。うん。また来たい。また来たい。夜どんな感じなんだろうね。ね。無料とは思えないな。思えない。寒中みそぎっていうのがされてるみたいで、しんくんしに行こっか。みそぎ。お腹にあるんだっけ？ふんどしだよ。ふんどしか。そうそう。ふんどしね。水に入るの冷たい。この塩パンが有名だったけど、今日完売しちゃった。そうか。代わりにみそぎの塩を使ったチップスを買ってみた。良さそう。うん。いい景色だね。かわいいね。みそぎ浜。うん。ちょうど6時。うん。こんな感じで。寒そうだね。寒そう。あれか。うん。これが函館山みたいだね。うん。見えるね、今日。うん。で、なんと、津軽海峡も。癒されるね。うん。ちょうど6時のためになったね。ね。線から上がったら真っ暗だね。ね。いや。今日のとこは350円で。安かった、ね。安かった。サウナもしっかりあって、うん、熱々で。ね。フライバーもたくさんあって、ね、よかった。うん、よかった。地元の方がいっぱい来て。そうだよね。うん、今日さ、最近の大雨で、うん、多分虫が大量発生してるのかすごい飛んでて、さっき言った道の駅にね車中泊しようと思ってるんだけど。うん、ちょっと窓を開けれるかわからなくて。そう、なんかこっちの木古内ラインに来た時からさ、うん、なんか虫が大量発生してて、うん、怖いね。うん、怖いね今日。美味しい。うん、あっさり塩味だね。本当だ、あっさりだ。いや、もしこれで木古内の道の駅がさ、うん、大量に虫発生してたら道の駅変えなきゃいけない。うん、網戸開けれないもんね。うん、ここは大丈夫そうだね。そうだね。
車内で玉ねぎ切るとさ、目痛くなるからキャンプ場で切ってきた。さすがだね。今日はハヤシライスって決まってたからね。そうね。美味しそう。あ、楽しみ。いい香り。うん。暑い。暑いね。暑いよ。どう？うん、美味しそうだ。美味しそうだね。煮込まれた？煮込んだ。はい。ルーで作るの久々だね。そうだね。前回何で作ったの？振ってみて。おたふくのソース。おたふくのソース？うん。あれは。あれは見た目は林。ね。うん。中身はソース。ソース。試してみてほしい。老舗のね、うん、味がした。うん。これは美味しい林だ。これ林の匂いする。よかった。ソースの匂いはしない？今日はしない。よかった。うん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 。これ本物だ。本物。ハヤシライスエリンギ入れるのが好きなんだよね。ああ、美味しい。うん。いつも入れてるよね。うん。ここたっぷりだね。美味しい。おかわりしようかな。うん。はい。やって。うん。美味しそう。いただきます。うまい。そう。牛じゃなくてさ、豚だけど美味しい。うん。味が濃厚。うん。北海道民は豚肉をよく食べるんだってね。ねえ、みたいなね。うん。すき焼きも豚なんだって。美味しいもの豚か。ね。美味しい。雨でね、うん、久々、うん、車内が暑いけどやっぱり美味しいね、作る、うんうんうん、完食。美味しかった、うん、ごちそうさまでした。塩キャラメル、うん、なんかね、引き立つようなさ。